王である。世の最愛なる姫が魔女の手によりなんとも恥ずかしい姿にされてしまったのだ。憎き魔女め、世は許さん、絶対に許さん。あの魔女を倒してくれる勇者たちはおらんか。ゼルダの伝説、トライフォース三重士。魔女が住む魔境への入り口、通称トライフォース。そこは一人では決して開かぬ。他の勇者たちとチームを作り、必ず三人一組で向かってもらいたい。仲間同士集まってチームを結成したら、いざ魔境へ出発である。あ、もしかしてそんなに簡単に3人集まれないとか心配しておるのか。大丈夫、インターネットにつなげばフレンドはもちろんのこと、誰とでもチームを組めるようになっておる。3人協力は強力なのじゃ。魔境とはそれはそれは危険で謎に満ちておる。見よこの魔物を。おお、背が高くて攻撃が当たらぬようだな。そんな時こそ、よいしょ、あ、よいしょ、これがトーテム。この高さなら倒すことができる。たとえ行く手を遮る謎があっても3人で協力すれば、ほれ、あ、ほれ、ほれ、おー、ワンダフル。3人の力を合わせて挑むステージは全部で32種類。心してかかるのじゃ。お、大事なことを言い忘れておった。各ステージには3つのアイテムが用意されておる。1人が持てるのは1つだけ。それぞれの役割を果たすこととなる。言うまでもないが、冒険を進めるには仲間とのコミュニケーションがとっても重要なのじゃ。謎が解けたようじゃな。え、インターネットプレイでコミュニケーションが取れるかとな。よーくぞ聞いてくれました。コミュニケーションはアイコンで。仲間とのコミュニケーションを取るには下画面のこのアイコンを使うと良いぞ。仲間が道に迷っている時には、ここでアイテム打ってアドバイスするときには、うまくいったようだな。そんなときには、離れていても意思疎通できたとき、集まってプレイするときとまた違った喜びが味わえるであろう。身だしなみは大事ぞよ。各ステージの最後にはお宝が眠ってある。これを持って城下町の服屋マダムテーラーを訪ねるがいい。そこにはまあ口は悪いが腕は確かなテーラーがおる。集めたお宝を材料にしてそなたらにとびきりの服を仕立ててくれるだろう。ほうほう、なんとも洒落た服ではないか。しかもマダムの作る服には特殊な力が宿るというぞ。例えばこのゾーラの着ぐるみなら早く泳げるようになったり、ゴロンの着ぐるみなら溶岩に入っても全く平気で進むことができるようになる。え、近寄りたくない服じゃな。一体どんな力が宿っておるのやら。仲間に挑戦、一人でも挑戦。共に戦ってきた仲間たちと闘技場で腕試しもできるのだ。1位になった勇者には服の材料が与えられるぞよ。最後にもう一つ、どうしても一人で魔境に挑みたいときはマネ人と呼ばれる分身と共に行くがいい。一体ずつ切り替えながら魔境を進むことができるのだ。
3人で考え、3人で謎を解く。おお、なんと美しい勇者たちの協力。あ、感動しておる場合ではなかった。はい、お姫の姿を元通りにしてくれ。任天堂 3DS ゼルダの伝説トライフォース三重士。